今後の情報にご注意ください、詳細、新里さん。マンツーマンレッスンを受ける入江東京語。ボクシング女子フェザー級で入江聖奈、20、が、同技で日本人初の金メダルを獲得した。入江が、メダルを決めた東京の両国国技館から約2000機離れた沖縄県石垣島にも歓喜の輪ができた。 絵が苦しまし、体を鍛えたトレーニングジム日。パニーの心理奥さん、31、は五輪に出るだけですごい。2、金メダル打ちのジムの宝物ですと喜んだ。勝ち戦はジムに設置された3台のテレビをすべて、クシングに切り替え、利用者と共に観戦と、任務を一時中断して大注目決まったとき、 入江選手と一緒に飛び跳ねましたと大興奮。田入江は一昨年から毎年、沖縄での強化号。の際に同事務を利用具志堅用高氏以来、石垣。出身で目立ったボクサーはいなかったがい,いし、でボクシングをする子供たちに夢を与えて。出たと思いますと感謝した。具志堅氏帰る。 死の旅一緒に行きたい入江の憧れの存在で、WBA。カイライトフライ級王座を13度防衛した具志堅高尾寺、66、モスポ日本市に祝福のコメントをよ。他金メダル本当におめでとうございます。ぼ。神具会の新しい歴史となる海峡を僕も。 しく思いますと快挙を称えたカエル探しのに行くときはぜひ僕も一緒に連れて行ってダサいと付け加えたしずちゃん歴史動いたドル級で12年ロンドン五輪出場を目指したをイコンビ南海キャンディーズのしずちゃん42祝福ツイッターに入江選手ありがとう日 の歴史が動いた瞬間を見れましたと泣き顔、顔文字とともにつぶやいた日本ボクシング、名で女子の教会委員、普及委員を務めている。